チョンケイとヨシーです。さあ、今回は、まあ、ちょっと今ね、ネタ不足なタイミングでして、J2、J1 は今ないですし、日本代表は強すぎて、あんまりこう話題にないということなんで、俺としてはね、すごくありがたい話題が来て、秋春制の話が、まあ、今になって、またこう再燃してきていると。まあ、今になってというかね、まあ、ずっとなんだけどね、ずっとやってるんだけども、今朝ちょっとヤフーニュースが出まして、まあ、ほぼほぼ、決まりだとね、秋春制に賛成するっていうのが決まりだっていう話になってきていて、で、こういうニュースが出るってことは、俺ももうほぼ決まりだと思うし、つか、最初から決まってたことだと思うのよ。で、秋春制になるっていうことに関して、じゃあどういう風にしていくかっていうところの次元だと思ってたんですけど、なぜか、意外にも、サポーターの間では、いや、秋春制、じゃなくて、春秋制どっちがいいのかみたいな話になってることが、人が多すぎて、なんか、全然、そういった事件の話じゃないんですけど、ダメって思ってたので、今、どういう状況なのかっていう、しっかりまとめていこうかなと、今回の動画では思っています。実はね、J リーグ公式がね、先週動画出していまして、中丸健吾さんが司会で、J リーグ担当の樋口さん、ヨーロッパ経験が長い内田篤と、豪雪地帯のアルビレックス新潟歴が長い鳴岡さんって方もいらっしゃいまして、で、監督の立場から片野坂さんが出ていた、動画があったんですけども、まあ、今思えばね、このタイミングで出すってことはみたいな、こともちょっと考えてしまうんですが、この動画で言われてたこと、前後半合わせて1時間40分にも及んでしまっていますので、その中の要点を今回俺がまとめましたと。はい。で、その中で俺の意見もいろいろこう、伝えつつみたいな。まあ、その要点まとめ動画ですよね。そこの話をま、できれば15分以内でできればなと思ってるんですが、よかったらご覧ください。まあ、実は、まあ、これまでにも俺、いろいろね、秋春戦に関しては、動画を作ってきているんですよね。で、俺自身に関しての立場をはっきりさせていただきますと、まあ、俺は今は、強い県金沢のサポーターで、まあ、松本だったりとか、松本山田だったりとか、アルビレックス新潟だったりとか、もう見てるんですけども、徳島ポリスもね、見てますけど、一応、豪雪地帯のサポーターではあるのよ。念のため言っておくと。でも、俺は秋春戦への移行に関しては、まあ、一個だけ条件付きではありますが、それ以外に関してはもう大賛成。なので、とか、反対する理由が少ないなと、思っていますので、そこに関してどう思うかってここに関しても、まあ、まとめながら解説していきたいと思います。じゃあ、まず動画で、J リーグの動画でどんなことを言ってたかっていうことをちゃんと大まかにまとめていきましょうと。はい。まあ、まずね、大前提、誰しもにとって完璧なシーズンは存在しないということが、このはっきり明言されてましたね。もう絶対にどっかしらで問題出てくると。どんな小さな問題だろうが大きなもん絶対出てくるから、そこにこう、どっかで折り合いをつけていくしかないものと。まあ、何を守って何を捨てるかみたいな話になってくるみたいな話だったんですね。これやっぱ決断する側の人間からしたらね、ほんと大変なのよ。まあ、俺も気持ちわかるけど、まあ、社長とかちっちゃい会社ですけど、やってたことあったからね、まあ、フリーランス的に生きてるんで、まあ、そんなにこの、まあ、決断、まあ、取捨選択の連続なんですよね。で、そういった立場から言いますと、まあ、まずどうなりたいかと、自分はどうなりたいかっていう話なんですね。J リーグどうなっていきたいかって話で、まあ、確かにね、ここ大事ですよね。自分たちはどういうふうには、ものを目指してるのかって話。まず、まあ、いろいろあったんですけども、ACL の出場にする3クラブが毎年ベスト3、ベスト8以上には選出すると。まあ、海外でもこう、結果出していきましょうねって話ですね。あと、クラブワールドカップがあるんで、そこに関しても絶対にこう、ベスト8は入っていきたいと。で、ベスト8に入るためには何が必要かっていうと、やっぱクラブ全体のこの経営能力だったりとか、J リーグ全体に、で、回る金が増やないといけないから、数十億円を欧州からの移籍とかで獲得できるような環境に、J リーグ全体でこう努めていこうって言えば、J リーグ自体のこう価値上げていくことが必要だと。J リーグの価値っていうのは世界的に見たら全然まだまだ低くて、日本人選手の価値が高くなさすぎて、だから三笘ぐらいの選手が1億何円とかで移籍していくわけですよね。で、これはやっぱ非常にね、由々しき問題ではあると、俺も思っていて、だってさ、多分ね、日本人じゃなくてブラジル人とかだったら全然もっと高く、買われると思うんだけど、日本人であるっていう、日本のクラブであるっていう、J リーグのクラブであるっていうだけで全然金が入ってこないっていうのは、やっぱこれは非常に、ほんと自利品だと思うので、やっぱここを上げていく必要があるということですね。で、これらがさ、今までの、まあ、ものでもできるのであれば別に変える必要なんてないわけよ。でも、そうじゃない。と、おそらくそうなっていくだろう、世界の潮流としてそうなっていくだろうっていうことが予想されているから、今議論になってるわけですよね。じゃあ、
秋春制にすることによってどういう風なデメリットメリットがあるのかってことに関して、まあ、しっかりまとめてくれていたので、そこも解説していきます。まとめていきます。まずメリットに関して、まず一つ目ですね、ACL とクラブワールドカップの変化、日程の変化、これがやっぱ一番でかいでしょうね、うん、外的要因が変わったと、外的環境が変わりましたよって話で、 ACL がですね、まあ2シーズンにまたがって高くなってしまうと言ってますよね。だ要するに、ACL っていうのは8月開幕して、年またいで5月ぐらいに終わるということなんですけども、 J リーグだと2月ぐらいに開幕しまして12月のぐらいで終わるっていうことなんで、要するにそのがっつりさ、グループステージ ACL の一番試合数が多いグループステージっていうのはシーズン終盤、 J リーグのシーズン終盤、一番大事な優勝争いだったりとか昇格争いだったりとか絡む時期に重なってしまうっていう、でそれでやっぱ一番苦しむのがマイナスだったりするわけですから、その日程面の結構ハードさだったりとか、まあ、その難しさっていうのが、まあ、すごくこう、ACL に出場するクラブにとっては負担になってるっていうのがでかいと。で、日本だとシーズンの合間でいろいろこう変化があるわけですよね。選手がこう変わったり、監督が変わる可能性もあるから、だからこの、今回の、浦和みたいな話で、浦和はね、勝ったんですけどね、ACL 決勝では勝ったんですけども、準決勝まで進んでくれたのはリカルド・ロドリゲスだったんですけど、監督変わって、スコルジャだけが決勝を戦って、優勝したって、まあ、すごくこう、なんか、まあ、別に結果としてはいいんですけど、なんかすごいなんかこう申し訳ないというか、なんかすごく気持ち悪いような状況になってると。賞金の分配とかいろんなことがこううやむやになったまま終わってしまうっていうことが難しいと言ってましたね。あとはクラブワールドカップが32クラブ出場することに拡大して4年に1回になるんですね。要するにね。でこれがねやっぱねまたね面白くてですね、クラブワールドカップが日本代表が出てるワールドカップっぽくなるっていう、うん、ここがやっぱ面白いですよね。まあ確かに当然流れではあって、やっぱお金やっぱ欲しいし、どこのチームもね、どこのリーグも、どこの世界のどこのなんていうか連盟もやっぱお金は欲しいから、それを集めるためにこういった形になったと。そのクラブワールドカップに関してもやっぱりこの ACL から、優勝したクラブが4年連続で4枠アジアあるから、そこが出るって話だから、4年前に優勝したアジアのクラブが、ワールドカップに出るらしいのよ。だから一応浦和レッズは出れるらしいんですけども、そこういう感じになってくるから、だからそのやっぱね単年ですけど、やっぱ ACL の重要性めちゃくちゃ増してるんですよね。なぜならこの大会に出ることによってめちゃくちゃお金が入るから。あと、メリット2つ目としては、変えることによって選手と監督のコンディショニングがしやすくなるっていうのがあるっていう話で、これはね片野坂さんが言ってたんで、やっぱ説得力って大きいですよね。ガンバ大阪だったりとか、あとは大分か、で監督務められてる方なので、やっぱそこら辺への理解はあると。片野坂さんが言ってたのは、 J リーグの開幕に向けてコンディション整えたいんですけども、そこで ACL が続いて入ってきてしまう。 ACL だって途切れないから、オフシーズンにもう試合入ってきたりとかたまにする可能性があるということなので、で結局さ、やっぱそこで試合されると、選手休むとこがないって言ってて、まあ確かにそりゃそうだよなと。監督も休めんし、選手のコンディションが上がっていかなくてリーグ戦に集中できなくなってしまうっていうことにもなってしまうと。でこれをですね、夏にやらない、まあ今の現状の案だと6月7月には試合がない予定になっているので、じゃあ6月7月にどんだけ試合セーブできるんですかっていう話なんですが、まず J1 今年の新潟のスケジュールを見てみますと、1、2、6試合か、新潟は6試合減らせるということですね。はい。でそして制限、J2 の制限金沢は今年は10試合もやってたんで、6月7月にこの10試合を、なくすことができるっていうのはだいぶでかいんじゃないかなと思いますね。まあその分他のちょっと日程がねずれてしまうので、その分平日の試合が増えてしまうとは思うんですけども。あと松本山はですね、 J3、J3 だと山川も9試合あるっていうのがあるんで、この試合がなくなる、他の期間に回せるっていうのはあるらしい。ただ、J3 はね、ちょっと大変なんですよね。スタジアム規定とかもあるんで、J3 はね、夏暑いのに昼間にやらなければならないみたいなこともあるんで、そんなん地獄ですからね。今年も1試合あったからね。めちゃくちゃ大変だった覚えあるけど、だからそういったことがなくなるんじゃないかっていう、ことが、なっていると。やっぱ監督からもそういった意見はかなり出ているらしくて、もう夏試合できませんよねっていう話。難易度が高すぎる。で今の日本の夏の暑さはもうえげつないから、マジで異常だから、クオリティ以前の前に危険ですよねって話があっていて、まあ確かにそりゃそうだよなと。うん、まあプロがやる試合とさ、俺ら草サッカーでやる、なんなら子供がやるサッカーのやっぱ質は違うわけですよね。人間のこのが耐えられるような平均的なものではなくなってきていて、完全に危険水準に達していますよねっていう話。あと3つ目のメリットとしては、やっぱ海外移籍の話が大きかったかな。やっぱ結局ね、一番金を
持ってんのはヨーロッパだったりとかサウジアラビアだったりするんで、そこのマーケットが金を一番使うタイミングが夏が大きいらしいのよ。で、冬は日本はやっぱ冬が一番たくさん選手だったりとか監督動いたりするけど、そうじゃなくて、冬のマーケットっていうのはめちゃくちゃヨーロッパは少なくなってしまうので、そこであんまり選手たちは休みでいろんなこと挑戦したいし、いろいろ変えていきたいし、海外に挑戦したいって選手たちもいるんだろうけど、そこで行けないっていう、なぜならあっちに金がないからっていうことが起こっているということが、まあ今言えるらしい。欧州シーズンとの一致することによって、まあ今の現状だと、そのシーズン中に多くの有力選手、主力選手が欧州移籍してしまっている現状があるらしいのね。まあそれはそうですよね。で、欧州からの選手、逆にですよね、監督の、獲得がしづらいから、それがしやすくなるんじゃないかっていう、ことも言われている。あと、片野坂さんの意見としては、欧州からヨーロッパから戻ってくる選手だったりとか、獲得した選手のコンディションはなかなか夏が暑すぎて上がらなくて、ちょっとすぐね、使いたいんだけど、なかなか使えなくなってしまうっていう、まあそう、宝の持ち腐れ感的なことも起こってしまうみたいなことも言ってましたね。これはやっぱりあれですよね。一番有名なのは守備不足じゃない？大宮の守備不足は最初めっちゃ良かったんだけど、やっぱ夏のコンディションで、ね、崩しちゃって、全然こう、なかなか使えなくなっちゃって、今怪我してポーランド帰っちゃいましたみたいな話もあるんで。で、まあ俺はね、やっぱシーズンを秋春制にしようが、春秋制のままで行こうが、まあ、どっちのいいんですよ、多分、移籍の頻度ってそんな変わるんかなって思ったりはするんですよね。まあ、ただ問題なのはやっぱチームですって。これが、ここはもう明らかに、どぎつい問題が今起こってると思うのよ。シーズンのこれからっていう時にやっぱ主力抜かれてますやん。日本事実ね。まあ、一番有名なのは今年だったらマテウスとか。で、明らかにそこから名古屋失速したし、そこもやっぱすごくでかいですよね。だから我々としては日本ですごい試合が見たいし、めちゃくちゃいい選手が見たいのに、そういった選手がもういなくなってしまうっていうのが一番の課題で、そこからチームの調子を落としちゃってみたいなことにやっぱこう出会ってしまうっていうのが悲しい。あとは、サッカーの質が上がりますよねって話もありましたね。まあ、俺はここはそんな関係ないかなと思っていて、まあ、夏だとこのインテンシティが下がってしまっているっていうのもデータでも出てますよって話してたんですけど、まあ、でもそれでもま、正直 J リーグは面白いし、まあ、現状はその ACL とかでもまだまだ日本勢は強いですしね、クラブワールドカップでもあんまり弱かった記憶がないんですけども、でも、それは結構ま、過去の話でもあるし、最近の日本代表の試合とか見てるとさ、やっぱさ、ヨーロッパのクラブでやってる選手がもうほとんどなんですけども、まあ、正直さ、上手すぎて絶望したじゃん。日本の J リーグの選手たちってほとんどここに割って入ることできねえだろうなっていうのあったんで、まあそれやっぱり強度の部分だったりとかもするし、もう技術的な部分とか頭の回転の部分ですよね。やっぱりこの、全く J リーグの選手たちとは違うサッカーを見てるかのような、ちょっと気持ちになってちょっと絶望してしまいましたけども、だそういった方もあるかもしれないんで、まあそこもまあ、まあないかなって思ったけど、ちょっとあんまり実は関係あるのかもしれないね。っていうのはメリットだったんですけども、じゃあこっからは秋春制に移行することによって、生じるであろうデメリットに関しての話。まあデメリットがやっぱね、わかりやすいことであるので、まあそこはね、やっぱメリットとデメリットのこの、なんていうかな、わかりやすさに関してやっぱそこはちょっとさ、差はあって、そこはちょっとね、ほんと大変なんですけども、まずデメリットの1つ目、ハード面の調整。これやっぱ一番難しいかな。特にスタジアム面ですよね。ステークホルダーっていうところの部分ですね。ステークホルダーっていうのは、その、まあ、例えば自治体とか、特にハード面、スタジアムを、運営する、権限を持っている人たちの、との、こう、調整が結構難しくなるんじゃないかっていう予想。自治体は年度の、スタジアムの日程っていうのを7月に決めるっていうのが大きいらしいのよ。まあ、でも、4月に決めても、ぶっちゃけシーズン2月から始まっとるやん。っていう感じだから、そんなに影響でないんじゃないかなと思ったりはしてるんだけど、まあ、あとここはさ、別にさ、どうでもなると思うのよ。その気になればね。だから、そこはこんなに問題ないんかなって俺は思ったりはしてますね。で、二つ目のデメリットとしては、チーム運営に関してのお話で、ここかな、ごめん。一番難しいのはスタジアムじゃなくて、ここの方がきついかもしんないね。要するに、金が足りませんよねっていう話ですよね。シーズン移行することによって、また新たに必要になってくる金が増える可能性が大きいと。例えば、アウェー連戦が増えることによって、遠征に必要な金が増える。あと、練習場、特に雪降る地域だと、雪で練習場が使えないっていう、まあ、そもそもの話にもなってきてしまいますので、屋根付きの練習場があるのかどうなのかみたいな話もなってくる。あとは、キャンプの費用の増加ですね。シーズンが、まあ、年をまたぐことになるとはいえ、やっぱ、冬、キャンプ、
もう一回やらなきゃいけなくなっちゃうのよ。どうしても。うん。現状さ、現状も今オフがあるんですけども、もう一回やっぱキャンプを、結構長めのオフがあるので、日本のね、秋春制だと。だから他のシーズンの秋春制とは違うから、日本の秋春制だとやっぱシーズンの、2回、夏に1回キャンプして、冬に1回キャンプしてみたいな。だからキャンプが2回必要になってくる。で、キャンプの費用に関しては、一応今のところ、まあ、最大で1500万ぐらい平均で、増える可能性があるということなので、その1500万円が、これ各クラブ、1クラブあたりなので、それがかける60かになってくると結構膨大な金額になってしまいますので、そこをいかにサポートしていくかっていうのが重要なんですよね。で、そこのお金に関しては73億円今 J リーグが資産があるっていう話なんですが、一応すべて金で解決できる問題ではあるとはいえ、でも全然73億円じゃ多分足りんと思うから、そこの金をどうすんのかっていう話ですね。あとは3つ目のデメリットとしては新卒の問題かな。新卒の問題はね、なんかね、一応現場レベルの話を一応聞いたことがあって、とある新潟の大学でコーチされてる方と一応飲ませていただいた時があるんですけど、その時に言ってたのがやっぱきついって言ってましたね。やっぱ要するに大学とか高校とかって3月で卒業するじゃない。でそうなるとやっぱその選手は新しくプロに入りたいってなった時に、どれだけこう、この間のモラトリアムが出てできてしまうと、8月に開幕するんで、リーグ戦は。だそこから、そこまでのその獲得がさ、6月とかさ、になってくると、やっぱその3ヶ月間どうやって過ごしますかみたいな話もなってくるし、あとは、夏に声かけられなかった時の場合だったりとかね。まあ、そこをどうするかって話だよね。冬の時点でこう移籍が決まってたら、全然こうチームに参加できるけど、まあ、決してこう、窓口は広くならないですよね。多分ね。新卒の選手に対してはね。だからここはどうなるかって感じかな。で、早いところでチームがこう契約取るのか、まあ、そうじゃなくて、もうちょっとこう待つのかみたいな話もなってくるのかなと思ったりはしますね。はい。っていう感じで、まあ、デメリット、メリット両方話してきましたが、じゃあ実際のところ、日程面で、実際にできるかどうなんかみたいな話になってくるんですけども、だからどうやらできそうなのよ。って、ニーノ言ってましたね。一応移行すると、シーズン、案がね、2個あるらしいんですけども、まあ、基本的には8月の初頭に開幕して、8月1日ぐらいから開幕すると思ってもらえればいいかな。で、まあ、でも8月1日っても全然夏暑いけどな。今でもな。で、そっから12月の、3週後ぐらい、だから12月の20日、20日ぐらいには、一回ウィンターブレイクに入りまして、また、2月、の、2週目ぐらいに再開する。だから、2ヶ月ぐらいウィンターブレイクがあると、冬休みがありますよね。まあ、これは今とあんま変わんないかな、と思いますね。で、そっから、5月の最終週。だから、6月までには絶対終わっておきましょう。5月中に終わっておきましょうっていう案らしい。で、ここのシーズン以降に関しての案が2つあるらしくて、案 A っていうのは、一応現行のスケジュールよりも12月の、最後、1週増やします。で、2月に1週増やしますっていうのは、長く開催するっていうのが案 A。で、一応、シーズン B で、案 B だと、今と一緒で行きましょうっていう話。だから、要するに、ウィンターブレイクをがっつり開けましょうっていう、意向ですよね。で、これに関しては、ほとんどのクラブからすると、案 A が、こう、いいんじゃないかみたいな話があるらしくて、やっぱ、冬季、結構きつい。雪がめっちゃ降るクラブは、案 B を希望しているらしい。ただ、どちらにせよですね、案 A にしようが、案 B にしようが、一応シミュレーションを、日程くんとかがめっちゃ頑張ってやったらしいんだけど、一応ホームだってとか、アウェイが3連続であるみたいなことは、基本的にはないらしいので、まあ我々は、アウェイ遠征もホーム遠征も、そんなにこう、きつくない、みたいな話にはなってくるらしい。という感じで、まあいろいろこうね、まとめてきたんですけれども、まあここで結論を、俺が思う結論に関して話すると、サポーターが我慢すりゃいいだけの話じゃねって思った。あと、で、だって反対してるのはさ、5クラブ前後らしいんですよね。60クラブある中の5クラブぐらいしか反対してないらしいのよ。だから、ほんと 90% ぐらいは、もう全然こう、秋春戦にしてもいいですよっていうことを言ってるらしい。で、なおかつ、選手だったりとか監督だったりとか、できるだけ夏に試合したくないし、休みはちゃんと欲しいし、みたいな。で、リーグに関しては、J リーグに関しては、国内だけではもう限界見えてきてるから、やっぱ海外から外資をこう積極的に入れたいみたいな話があるんですけども、反対してるのは、多分雪国クラブですよね。おそらく5クラブぐらい、多分山形とか新潟とかなんじゃないかなと思います。あとサポーターだけなんでしょ？そんなにさ、まあ、それさ、俺だってさ、感情論で言えば、嫌なんですよ。雪の中で試合見るのはね。で、絶対雪、なんか試合見ることになると思うから。絶対にさ、そうなると思うのよ、俺は。
うん、で確実に割り食っちゃうのは雪国クラブだと思うし、俺が応援してくるクラブだと思うんですよ。金沢、松本、新潟、そのあたり結構応援してるんだけど、でもやっぱさ、日本サッカー全体のことを考えてほしいし、J リーグ全体のことを考えると、やっぱ俺らがやっぱ犠牲にならないと、俺らが他の大多数のチームの足を引っ張ってしまうことになってしまいますので、一緒にこう泥沼に落ちていくみたいなことになってしまうから、それは、俺は嫌だ。うん、そんなダサいことしたくないわ。まあ、多分ね、新潟とか山形とかが今の浦和レッズとかマリノスみたいな地位にいたら多分この論理としても違ってくると思うし、議論もちょっとまた違う方向性に行ったのかなと思ったりはするんだけども、まあ、そんな力のあるクラブじゃ現状ないから、まあ、それは仕方ないですよね。議会制民主主義なんで、やっぱこうなっちゃいますよね。うん、力の強いところに権力が集中するからね。まあ、つか、J リーグだったりとか選手だったりとか、クラブやチームスタッフが言いたくても言えないことを俺が代わりに言ってあげようかなと思うんですけども、要はね、楽して稼ぎたいのよ。彼らは。うん。そう。で、そのためにやっぱ救えないところは救わないっていう苦渋の選択をしなければならないときは、あるのよ。どうしても。ここはね、やってれば分かる。自分でここビジネスしてみれば分かるのよ。で、ほとんどは、のデメリットってやっぱ金があれば解決できることでは、今のところあるから、あるんですけども、で、やろうと思えばできると思うのよ。だけど、その金を稼ごうとしている、動きっていうものを、主にサポーターだったりとか、雪国クラブが邪魔してるっていう現状だと思うので、つか、雪国クラブだろうがさ、別に夏はクソ暑いじゃん、今。日本やばいから。だから、ね、雪国クラブにとってもメリットある話じゃないかなと俺は思うけどな、むしろな。まあ、でもどちらにせよやっぱこの国全体とも関わる話であるかなと思う。だからこの国のね、国民のマインドじゃちょっと無理なのかなって思ったりはしていて、ね、日本人のさ、特徴ってさ、俺はさ、三つあると思ってて、嫉妬と忍耐と集団ヒステリーだと思っているので、本当にね、別にさ、このマインドを変えるだけで、いくらでも成功にできるんですよ。秋葉原生はね。まあ、これは結局、もうコロナに関しても、コロナ騒動に関しても、この今回の秋葉原生に関しても、マインドの問題だと思ってるから、コロナ騒動あんだけの、他国から1年半以上伸びて、ようやく集結したみたいな、何もね、一人で決断できない奴らが多すぎるから、日本人って。本当に少子高齢化止める気ないですし、で、日本の政府はさ、一応増税路線だから、日本国内だと本当限界見えてるの分かってることなのに、じゃあ、海外目を向けましょうって言ってんのにさ、それをやっぱ邪魔してる奴らがいっぱいいるから、遅から早からこうなることなんて分かってたことなのに、なんかもっとやっぱさ、自分たちのマインドを変える必要があるのかなと。だから、俺らができることっていうのは本当マインドを変えること。うん、サポーターができることはそれ。現状維持ではなく、やっぱもっといいものが見たいっていう風に、やっぱみんな思ってると思うんだけどね。自分たちの、クラブが出た選手たちが、世界に羽ばたいていったりとか、自分たちのクラブに海外からすごい選手が来たりとか、して、もっとすごいものを見たいっていう風に、やっぱ思うと思うんだけど、まあそういった、自分の本来の気持ちに正直になればいいんじゃないかなと。ポジティブな気持ちに正直になればいいんじゃないかなと思ったりはしてますね。あと、俺が何気に期待してるのは育成年代かな。育成年代もこれの流れに乗じて、試合環境が変わってほしい。特に小さい子たち。今の小さい子たちさ、分かってない人いっぱいいるかもしれない。しんどいよ。夏の昼間に試合させられてますからね。やばいよ、マジで。ここちょっとやっぱ流れ変わって、もうほんと最低限ナイトゲームとか増えたりとかしないかなと俺は思ったりしてますけどね。まあ多分シーズンはね、子供たちは変えることはできないと思うんだけど、まあさすがにナイトゲームは増やしてあげてほしいなと思ったりしてますね。はい、という感じで、以上ご視聴いただきましてありがとうございました。どうでしたでしょうか。多分ね、15分に収まってなくて、多分20分くらいになってるかなと思うんですけども、要点はこれでがっつりまとめられたと思うので、まあみんなの中で意見がまとまればいいなと思うし、まあもちろんさ、俺の意見でしかないから賛成っていうのは、反対の意見もたくさんあると思うから、そこに関しても、まあいろいろこう意見をくだされば、俺としても面白いかなと思いますので、いろんなね、意見を戦わせる、コメント欄で戦わせてくれればなと思います。以上ご視聴いただきましてありがとうございました。秋春生大賛成。チャオバイバイ。